パリパラリンピックの車椅子ラグビーは2日、決勝が行われ、世界ランキング3位の日本は世界2位のアメリカを48、41で破り、優勝。初の金メダルを獲得した。8分4ピリオドで行われる車椅子ラグビー。第1ピリオドは日本にミスが目立ち11の14と3点をリードされた。ただ、 第2ピリオドに入ると日本のディフェンスがアメリカにプレッシャーを与えてミスを誘発。逆に24対23と1点を先行して前半を終えた。第3ピリオドも日本の勢いは続き、リードを3点に広げると第4ピリオドは一方的に得点を重ねた。試合後、池幸信首相は目標としていたみんなの夢が叶った。 最高の瞬間で最高の喜びがここにありましたと満面の笑顔で話した。2004年のアテネ大会から連続出場している日本。これまでは16年リオデジャネイロ大会と前回東京大会の銅メダルが最高だった。ただ今年は3つの国際大会に出場しすべてで優勝。日本代表史上最強の呼び声も高かった。 今大会は一次リーグを3連勝で突破すると、準決勝では世界ランキング1位の豪州を延長戦の末に撃破。決勝でも解消し頂点に立った。